近年人工知能や機械学習の応用がさまざまな分野で進んでおり天文学や惑星科学においても人工知能をデータ解析に使おうという機運が出てきていますすでに10年ほど前から銀河の分類や超新星の特徴量抽出境外惑星の発見などに機械学習が使われてきましたそして今注目されているのが観測された境外惑星のスペクトルから 大気蘇生を機械学習によって推定すす。る試みですなぜこのような取り組みが注目されているのでしょうかこの宇宙で第2の地球地球に似た生命の住める惑星を発見することは惑星科学の究極的な目標の一つですこれまで発見されてきた地球に似た形外惑星というのは質量や中心性から受ける日射が地球と似ているというだけで実際に地球と似た表層環境を持つかどうかは分かっていませんなぜかというと大気蘇生が分からないからです 地球と金星や火星の例を見れば明らかなように、惑星の表面温度や表層環境は大気蘇生の影響を強く受けます。そのため、境外惑星の大気蘇生を図ることが、第二の地球を確実に検出したと言えるための最後の一ピースとなるのです。しかし、地球ほど小さい境外惑星の大気を検出することは現状不可能です。世界で最も高性能な地上望遠鏡や、ハッブル宇宙望遠鏡、さらには現在開発中のジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡や、 t m t 3 0ル望遠鏡ですら第二の地球の大気蘇生を検出することは難しいと言われています一方で大気が分厚いガス惑星やスーパーアースの大気に関しては既存の大型望遠鏡でも測定することができます今後ジェームズ・ウェブ宇宙望遠鏡が稼働すればさらに大量の観測データが手に入るでしょうそうなると一つ一つのデータを人間の手で処理することが難しくなってきますそのため今のうちから 膨大なビッグデータを自動的に処理して欲しい情報を確実に抽出できるようなアルゴリズムの開発が喫緊の課題となっているのです従来の伝統的な大気組成推定ではリトリーバルと呼ばれる手法が一般的でしたこの手法では大気組成や温度などのパラメータを様々に振って観測されうるスペクトルを予想しますそして実際に観測されたスペクトルと比較して最もマッチングするものを探し出すことで 蘇生を推定すするというやり方ですこの方法は信頼性が高く広く使われていますが計算時間が非常にかかることが問題となっていました一つのスペクトルから蘇生を推定するのに数時間かかることもあるため大量のデータを処理するには限界がありますこれに対して機械学習によって推定精度を維持しつつ計算時間を劇的に短縮する手法が報告され始めています2018年に教師やり機械学習の一種であるランダムフォレストを用いてます ホットジュピターの大気蘇生を推定した論文がネイチャー・アストロノミーで報告されましたさらに教師なし機械学習を用いた手法やディープラーニングを用いた手法ニューラルネットワークを用いた手法などが続々と提案されていますこういった新しい推定手法は計算時間が数分から数秒程度と従来のリトリーバル解析と比べて劇的に計算速度が速くなった上にリトリーバルの結果を精度よく再現できることが示されたのですではいずれ機械学習が 従来の解析手法にとって変わるのでしょうか必ずしもそうなるとは言い切れません。先ほど機械学習は計算速度が速いと言いましたが、これは学習が完了した後の話です。最初にアルゴリズムに学習させる時点では、やはり大量の計算をさせる必要があり、数日間の計算時間がかかったりします。また、今年の7月1日に発表された論文では、推定するパラメータの数が増えるにつれて、計算コストが爆発的に増大し、 機械学習の利点が失われることが報告されていますこれまで主に解析されてきたのは、ホットジュピターのような水素とヘリウムが主体の単純な大気でした。しかし、より地球に似た大気が薄く、温度が冷たい惑星になってくると、スペクトルに含まれる吸収が小さくなるため、機械学習でも特徴量を抽出するのが難しいのです。ただし、今後の経外惑星科学がビッグデータの時代に移行するのは間違いありません。従来の手法と、機械学習を、 バランスよく取り入れることが将来的には標準となっていくと考えられます人工知能と天文学者が共存した世界で第二の地球が発見される日がいずれ訪れるでしょうそれでは今回もご視聴ありがとうございました面白かったという方はぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです皆さんのご支援が次回の動画を作成する時の大きな励みとなります内容についてご意見がある方はコメントいただけると幸いですよろしくお願いします